じゃじゃん、皆さんこんにちは、シンクと申します。今回はですね、ハードオフ171号ミノーテンさんに遊びに行かせていただきました。こちらのハードオフはハードオフとオフハウスと2店舗がね一緒にある店舗さんでございます。ミノーなんてすごく久々に来たんでね、一瞬迷子になるかななんて思っちゃいました。結構遠いんですよここなんもないですね。なんもないって言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけど、本当にね遠いんです。さてさて、入りましてすぐのショーケースでございます。中はね、ゲームハードとかいろいろ置いてありましたざっくりあとね、すごいねポケモンがねたくさんあったんですよ。今ピカチュウもありまして、下にはねゼニガメも結構可愛くて、でフィギュアもありますね。いや本当にこのねゼニガメとかピカチュウのこの貯金箱なのかなってちょっと思いながら見てたんですけどね、とても可愛かったですね。ああいうのすごく好きですよ。で一番下段はアミーボでございます。さてさて、もう一つね珍しいものといえばプレイステーション5がね陳列されてました。これは中古なの？あんま覚えてないんですけどね珍しいなーなんて思ってましたね。ちょっと帰り際に見つけてびっくりしました。お、こんなとこにあるって。でハード、別のハードなんですけども、よくわからないアーケードコントローラー。これはどれのアーケードコントローラーなんだろう。これなんかプレイステーションとかだよね。PSP とかそっち系のマークこんなんだった気がするけど、何のアーケードなんだろう。で珍しい青い64とかでプレイステーション4。なんかすごい思ったのはプレイステーション3がいっぱいありましたね。いつかね、プレイステーション3の1、2、3って動くハードを私はゲットしたいなーなんて思いながら、あまり見かけないんですよね。見つけてるのかもしんないんですけど、多分その時にはそれを探そうっていう気がないのかもしんない。ついつい忘れてるやつね。その他 Wii U だとかもね、ありましたね。あと、ゴールド色なのかな？ゲームキューブもありましたね。珍しいと思いながら。さてさて、周辺機器のコーナーでございます。周辺機器はねあんまり多い印象ではなかったんですよ。本当にこれ陳列さんの横にちょっとずつちょっとずつ陳列してる状態でございました。あとちなみにプレイステーション4のコントローラーはなかったですね、残念ながらあったのかな、なかった気がするんだけどな。なかなかね最近置いてないですもんね。さて続いて DS スイッチのコーナーでございます。 DS、3DS あたりがねちょっとここはちょっと少なめかなと、ちょっとなんていうの、隙間が空いてる印象がありました。まあ多分ね陳列ね買い物された後とかなのかもしれないんですけれどもね。さてさて DS のコーナーでございます。DS のコーナー行くと大体ハードオフさんウサビッチをこう正面に向けてるのはなぜなんだろう。あれなのかな、目引きやすいからですかね、ウサビッチが。まあ確かに目は引くかな独特なねキャラクターですし。さて続いて Wii U のコーナーでございます。 Wii U はやっぱスプラトゥーン、ゼルダ、マリオとかですね。いつか私もマリオストーリー系のねあのマリオ買ってみたいななんて思うんですけれども、あとね結構ね Wii U、 Wii のコーナーでよく探すのが私コーリングを探すんですけども、なかなかないんですよね。いつか見つけたら買いたいんですけどもね。でここでゼルダがあると思ってね見てましたね。ゼルダ持ってない。それつってあのねコントローラーがすごい気になったんですけどね、あなんだあれって目に映ったのでね。でプレイステーション4でございます。あとちょっとだけ Xbox が上にちょろっとだけ陳列されてました。プレイステーション4とか Xbox とかはね、まあ新しいハードなんで少なめな印象、まああってもあんまり買わなかったりとかもするんですが、続いてプレイステーションのコーナーでございます。ビシバシスペシャルなんだろう、結構いろんなものがあったんですけどもね。下の方はねセガドリームキャスト、セガサターンか、セガサターンドリームキャストがちょっとだけ置いてありました。本当にちょっとだけ、ここはそんなに多くなかったかな。置いとこはねもっとねバーって置いてるんですけども、ここは控えめでしたね。でプレイステーション2のコーナーでございます。最近ねプレイステーション2もねある程度欲しいものはね結構買っちゃったので、
これこれみたいなのは少なめなんですけどもね、これはすごく気になりました。その中でもこれはやっぱり目立つんですよ。目立つものはね、おってなりますよね。仕方がない。バイオハザードになりますね。で PSP、PS3 かな、どっちだろう。こうなってございます。 PS3 かな。そうですね、 PS3 ですね。 PS3 は本当にね、知らないソフトが多すぎるんで割愛させていただきます。はい、続いてショーケースですね。 3DS、DS、PSP でゲームボーイなどなどいっぱい置いてありました。私の目当てなソフトはなかったです。いや、最近ね、ゲームボーイアドバンスのソフトで一本本当に買い戻したいものがあって、結構探してるんですけどないんですよね、なかなかね。いつか見つかるといいな。さて、お隣になります。メガドラミーでしたっけ。これ可愛いですよね、ちょっと形がちっちゃくて。まあ、その他もチャロチャロっと見てあります。ソニックとかもね、ゲームボーイアドバンスにあったんだなーなんて思っておりました。で、この中でね、最近弟がね、ロックマンエクゼの0、じゃあ0じゃない、1だったっけな、かなんかをね、探しててね、なかなか見つからんと。どこにあるんだと、ずーっと探してましたね。さて、レトロゲーム、スーパーファミコンの棚でございます。ここのね、店舗さんはね、あいうえお順には並べてるんですけども、ポップごとつなげてる感じなので、探しやすいか探しにくいかで言うんだったら、見やすいけど取りにくいって感じの印象でしたね。これね、あーとか、いいんですよね、これ。いいんですけど、落としたりしないんでね。ただ、取りにくい。っていう印象でございました。で、ゲーム、ファミコンですね。失礼いたしました。ファミコンで、そのお隣が64とかになってますね。ファミコンのソフトの知識は本当にないんで申し訳ないなっていつも思ってます。コーナーでございます。64はね、個人的に欲しいなっていうゲームはね、大体持ってるんですよね。だからね、あーこれこれみたいなのが少なかったかな。はい、ゲームボーイ、ゲームボーイのソフトの棚でございます。個人的にはね、そこのね、コナンくんの箱がちょっと欲しかったんですけども、言いました。箱説でちょっと欲しいなーなんて思ったんですけどもね。あとね、ミスタードリラーあったんですよ、ここ。ミスタードリラー。映ってると思うんですけど。すごい欲しかったんですよ。持ち合わせなかったんで諦めたんですけどね。あ、そうそう。でね、最近ね、僕らの太陽がこの時ぐらいかな、お高くなってるというのを私知りました。で、もう一種類あるんだなっていうのもこの時知りました。さて、ジャンク品のクリアケースでございます。ジャンクのコーナーはね、なんか目ぼしいのあったかな、なかった印象なんですけど、結構ね、ジャンクっぽいやつ、ハードとかも全てこん中に置いてるイメージでしたね。バーっていっぱい入ってるっていうようなイメージでございました。PSP とかね、DS とか。あんまバラで置いてなかったんじゃなかったかな、あったかな。さてさて、ハードゲームでございます。Wii がいっぱいある。Wii がいっぱいある。とりあえず。こんな感じで、いっぱい周辺機器も見ておりました。周辺機器系はね、すっごいここいっぱいあった。こんな感じで、本当にだーけど、本当にね、ソフトは少なかったんですよ。ソフトの棚はね、この横の半分だけになってますね。ただビチビチに入ったんですけども。さて、こちらも周辺機器ですね。はい、ここからでございます。そう、きっちきち入ってるんですけど、ちょっと見にくいんですよね。そう、ちょっと見にくいなと思って、私ね、と一瞬ね、行こうかなと思ったんですけど、結構やめてる感じなのがお分かりいただけるでしょうか。ちょっと引っ張りにくいなと思ってやめちゃいました。いつもはね、プレイステーションとかプレイステーション2あたりを引っ張ってね、見るんですけども、ちょっと片手じゃ引っ張り出しにくいなと思ってね、結構躊躇してますね。そう、いいんですけどね。ちょっと気になるブラボーミュージック、これね、ちょっと欲しいんですけどね。興味はある。どんなゲームなんだろうって。パッケージすごい好きですよね。よいしょ。で、ありますね。邪魔。下がどんなんかわかんないよ。よいしょ。本当にそんな感じでした。
当にね、これ見てる時はそんな感じでした。見えない、ね、ただ引っ張りにくいんですよね。で、マリオパーティーのセブンがあってちょっと欲しいなーなんて思いつつ、 DS、 あ、 DS じゃないの、まだプレイステーション2かな。結構ね、きっちりピチピチで、本当にコーナー、ゲームのコーナーがこの本当に棚だけになってるんで、すごいね、ゲームを引き、なんていうの、引き寄せたぐらいの圧縮したらこうなりましたみたいな感じの場所でございました。まあまあ同じ場所にね滞在する、なんていうの、いろんなとこ見ることを考えたんだったらすごい見やすいところなんですけどもね。だって Wii ですね、こちらは。 Wii は相変わらず Wii Fit がダントツ多いイメージですね。こんな感じで、はい。これは何、これはドンキーか。ここは何があるかな、見えませんね、見えませんね。はい、続いてこちらがゲームボーイとかのねカセットいっぱい入ってますね。お隣がセガドリームキャストセガサターンでございます。で、奥に箱節がちょろっとだけありましたね。見て見てこれ、いっぱいモンハンばっかり確かあった気がするけど、気のせいかな、モンハン以外もあったかもしれないけどね。見て見てすごいと、モンスターハンターのこのジャンクボックスに入ってる率は本当にやばいですよね。人気だったからこそ今の結果なんでしょう。はい、こちらでございます。このね、一番上にあるね、ハードは何かしら、ハードじゃないわ、ソフトね、何か知らなかったんで、あ、なんだろう、珍しいと思ってましたね。で、その他がファミコン、スーファミ、64という感じになっております。この辺はいつものように拡散させていただいております。ご了承ください。あとは録音でゼルダとかも入ってたんでね、最近ゼルダとかお値段下がったのかなみたいな、一時期にゼルダとかは、ね、下にあるイメージなかったんですけどね。で、こちらメモリーカード入れとなっております。なぜかヒューカード入ってましたね。てな感じで今回は終わりとなっております。買ったものの紹介に行きたいと思います。ではでは、レッツラーゴー。はい、ってことで改めまして、チャオチャオ、こんにちは、シンクと申します。ミノ店いかがだったでしょうか。今住んでるところからミノ本当に遠くてさ、まあなんていうのかな、ミノって言っても結構広くて、もっと遠いところかなと思ったけど、結構ね、まあ、市内寄りの方のミノだったのでまだ良かったかなと本当に思ってます。でも実家から箕面に行くまでに、すでにハードオフは1店舗から2店舗はね乗り越えながら行ってるんですけどね今日行く的にその間に1店舗あるので絶対、まあまあそんな感じがあったりだとか、本当にね語弊があるかもしれないんですけど、箕面ねあんまりね何かあるっていうイメージがないんですよね。昔なんだっけな、大江戸温泉が箕面の方に一軒ありまして、それで行ったぐらいで、あと本当になんか用事あるかなって考えたら特に何もないかななんて思って、まあでも多分住みやすい、なんていう地域って言えば住みやすい地域なんですよね。別にそんな利便性が悪いかといったらそこまで悪いわけでもないしみたい なんかそんな感じのところだったはずです住んだことがあるわけじゃないんでね、なんとも言えないんですけれども、はい、ってことって今回買ってきたものなんですけれども、まあ本数少ないんでね、2本ぐらいなんでこのままいきたいと思います。1本目がこっちからいこうかな。はい、ってことで1本目がこちらでございます。ポケモンスタジアム2でございます。ポケスタ2は弟ないよって言ってたので、じゃあ買おうって言って、で一緒にやろうぜみたいな感じのことを言ってました。そう、うちねポケスタ1はあるんですよ。で昔めちゃめちゃやってたんですけどね、ポケスタ2になってもう遊べるのかないつか弟遊びに来た時に一緒にやりたいと思います。続いてもう一本がこちらでございます。ポケモンスタジアムの金銀バージョンでございます。これもねないよって言ってて、買うのずっと渋ってたんですけども、まあじゃあこれを機に買おうかということで買ってみました。で弟はねこれ持ってないよって言ってたんですけどね、もう一個あるんですよ
そう買ってこれ取りに行ったの結構前なので1ヶ月以上前そうだね1ヶ月以上前なのでで、ね、その時はまだ片付け終わってなかったんであれなんですけど片付けてた時にひょこってこれ出てきてあれあるじゃんと思って私完全にね動画にしてたけど忘れてたんですよね。でポケモンスタジアム金銀がダブっちゃったけどまあまあでもねこっちの方が綺麗なんですよね。なんかまあいいかなと思ってますで多分ね色あせ具合からして多分ねうちのやつじゃないんですよね。うちここまで色あせてるソフトがあるわけじゃなくてまあもう一個ねはいこれねうちにある元々のポケモンスタジアムなんですけど、まあ、見ていただいたらわかるんですけどうちね結構引き出しの中とかに入れてるんでこんだけ色あせてないから、まあ、もしかしたらいとこの家からもらってきたり弟か長男の方が友達からもらったりしたのかななんていう印象でございます。他にもねありますけどソフトよいしょ出てこない。はいね、こんな感じであんま色あせてないんですよ我が家のソフトね。そう引き出しとかに入れてた兼ね合いでね色あせてないからこれは多分いただいたんだろうなっていう予想でございます。はいってことはいってことで息子もねちょっと起きてきたんでこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画良かったなと思いましたら、チャンネル登録並び高評価よろしくお願いいたします。またね、時間ある時にね、ゲームのプレイもやっていきたいなと思うんで、ぜひぜひ見に来ていただければなと思います。ではでは、バイバイ、またね。